水球、水球、水球は、プールで行われる球技、水泳競技の一種。7名で構成された2つのチームが、プールに作られたコート内で、ゴールにボールを入れ合い、点数を競う競技であり、プールで行うハンドボールと言える。体のほとんどが、水中にあるために反則はわかりにくく、掴む、蹴るといった行為が、意図的ではなかったとしても、 日常的に発生することから水中の格闘技と異称される。19世紀後半にイギリスで考案され、下級オリンピックの種目となっている。著名なことでは、過去に日体大水球部が376連勝、連勝記録ナンバー1ギネス登録スポーツ、無敗記録一覧参照している。水球発祥の国はイギリスである。19世紀半ばに、 イングランド各地で公衆浴場、プールが開設されると、そこを拠点とした水泳クラブがいくつも結成される。1860年以降、各クラブでは見せ物として水上イベントが盛んに行われ、その中で当時の春馬の名前を付けた木製の頭付き村にまたがってレースを行うウォーターダービーなどが開催され、人気を博した。フットボール元木として、 水中で行われたが、水中では足を使って、ボールのコントロールが困難であるため、退治する2チームは決められた、ポイント、主にボートまでボールをいか運ぶかを競い合った。ボールを運ぶにあたっては、あらゆる手段が用いられ、水中での激しいボールの奪い合いが繰り広げられた、ようである。そしてこの水中で行うフットボールに関して、イングランドのメトロポリタンスイミングアソシエーション、 メトロポリタン水泳協会が1870年にフットボールインザウォーター水中フットボールのショーでルールを制定したのが水球の起源とされる。その後1888年アマチュアスイミングアソシエーションアマチュア水泳連盟によってほぼ現行と同様の水球競技規則が策定されイングランド及びスコットランドにおいて水球が盛んに行われるようになった。 さらに1892年にはイギリスにおける統一ルールが制定され、イングランド対スコットランドの国際試合が行われなど、競技として洗練されていく。水球、ウォーターポーロと呼ぶようになった経緯についての明確な記述はないが、競技に用いられたインド製のゴムボールをヒンズー語でプル・プールと呼びそれがなまって、ウォーターポーロになったとする説もある。 1888年、イギリスにおいて統一ルールが制定され、スポーツとして確立されたのを契機に、水球がイギリス国外へと伝播した。1888年、イングランドのクラブにおいて、水球のプレイ経験を持つジン・ロビンソン、ジョン・ロビンソンがアメリカに渡り、初めて水球を紹介している。数年遅れて、ロンドンで水球を学んだフリッツ・クニーゼ。 フリッツ・ナイスは1894年に祖国のドイツで水球をめ、1895年にはドーバー海峡を隔ててイギリスの隣国であるベルギーにも水球が紹介されている。同時期にフランスでも水球が行われるようになったが組織化された形で発展するのは1898年になってからである。また、ハンガリーでは イギリスの雑誌を見ていて水球に興味を持ったフィゼーレッシー・アールパード、フザーシー・アーパードが水球のルールブックとボールをハンガリーに導入し、八百九十九年に初めハンガリーで水球の試合が行われた。この電波は偶然に起きたのではなく、その背景には社会的あるいは地理的要因が関連し、いずれも水球発祥の地、イギリスと深いつながりを持つ人物を介して電波して、 行った。しかしながら当時イギリスで行われていた水球そのものが導入されて掃除型として各国において発展していったのではない。各国の実情に合わせて様々に形を変えながらその土地柄に合わせて水球が根付いていったと言える。特にアメリカでは柔らかいゴムボールを用いイギリスとは異なる独自のルールによるソフトボールウォーターボールが発展した。当時 アメリカではこの水球が大変な人気を博すが、あまりにもプレーが粗暴で、試合のたびに選手に怪我人や失神者が続出したため、全米体育協会、アメリカンアスレチックユニオン、AAU は1908年以降、水球競技を禁止スポーツに指定し、1920年のアントワープオリンピックまで代表チームを派遣することはなかった。一方、フランスでは、 ベルギー国境の街で水球が盛んに行われるようになった。そして1900年のパリ万国博覧会の開催に合わせて第2回パリオリンピックが開催され、団体種目として、そして球技として水球が初めて採用された。試合は1900年8月11日から12日までセーヌ川の特設会場、ベイソンズ・ディー、オスネル・神戸部ブで行われ、 マンチェスタークラブ、メンチェストル・オスボーンクラブのメンバーを代表とする、イギリスが七対二でベルギーに勝利し、初代オリンピックチャンピオンの栄冠を手に入れた。記録に残る日本で最も古い水球の試合は、1九0 7明治四十年八月五日に、第二回関東連合 UA 大会において、東京高等師範学校、現、筑波大学と第一高等学校、現、東京大学が、 立山、千葉県出ったものとされる、東京高等市範学校とも開し、第14号、PP116、1907、1915、大正4年には、慶応義塾水泳部内にウォーターポロチームが、結成され、同年8月15日には、神奈川県葉山海岸の会場に特設された、フィールドで、横浜外人クラブと試合を行った。結果は、 9対0の大差で、慶応義塾が負けたが、これが、日本国内で記録に残っている、最初の国試合となった。1925、大正14年には、大日本水上競技連盟の主催で10月10から12日の3日間に、渡り、全日本選手権水上競技会が開催され、ウォーターポロ競技が公式競技として、初めて実施れた。本大会には、慶応義塾、 関東代表、東京ウォーターポロクラブ、東海代表、帝国水友会、近畿代表の3つのチームが出場し、玉川プールで行われた。10月中旬とあって水温が低く過酷な条件での試合となったが、寒さによく耐えた東京ウォーターポロクラブが優勝し、ついで慶応二塾、帝国水友会の順となった。1932、昭和7年6月には、 ロサンゼルスオリンピックに初めて日本がナショナルチームを派遣し国際大会デビューを果たした。しかし現実は厳しくオリンピック大会では5カ国が出場して日本3試合を行ったが対アメリカ戦0から10対ハンガリー戦0から18対ドイツ戦0から10と惨敗し世界との差を見せつけられた。以降 概要を表記するが、水球競技ハンドブックの単語を使用するため、日常と違う表記もある。なお、以降の記載内容は、水球競技ハンドブックそのものではない。チームは7名以上15名以内で、競技に参加できるのは、ゴールキーパー、以下 GK と表記1名を含めた7名。その他の選手は、自陣ベンチに座っていなくてはならない。 チームは重複しない1から15の番号が両側についた帽子を用意し、競技者はこれを被らなくてはいけない。その帽子は帽子と同色で柔軟性のあるイヤーガードが装着されており、脱げにくい仕様であること。対戦チームは帽子を白色と青色に分かれ、区別できるようにする。なお青色のチームは次の条件により他の色に変更することができる。 両チームの GK は赤色の帽子をかぶり番号は1であること。13の競技者はチームカラーか赤のどちらを選択でき、赤の場合 GK として扱われる。なお試合前もしくは試合の中断時、レフェリーに申請し、競技者の番号を入れ替えることができるが GK と入れ替える時のみに限られる。レフェリーは2名、他の競技のように、主審、 複審といった区別はなく、同等の権限を持つ、ゴールジャッジ2名の、計4名で行われる。レフェリーは両プールサイドから立ちながらもしくは歩きながら、ジャッジをし、1P と 3P が終了すると立ち位置を入れ替える。ゴールジャッジは、ゴールポストを結んだ、延長線上のプールサイドに置かれた椅子に座り、ゴールの判定。ゴールスローコーナースローの判定。 不正受水やフライングの判定を行う。ただし、判定の最終決定者はレフェリーにある。競技は、競技者全員がゴールラインに頭をつけた時点で、レフェリーが笛を鳴らし開始される。ボールはコート中央に浮かべられ、そのボールを両チームが奪い合う形で、ピリオドが開始される。競技はボールを相手のゴールに投げ入れることを目的とし、競技中に両手もしくは、 握り拳を使用してはいけない、頭や足は使用しても良い。得点は、ゴールポストを結んだ線を、ボールの全てが超えると認められ、1ゴールにつき1点。4P 終了時において、総得点が多いチームの勝利となる。競技者の交代は、ピリオド間、ゴールが決まった時、もしくは試合中、最受水ゾーンを使用し何度でも自由にできる。なお、水球は、 試合中にファールが、とても多い競技である。ファールを知らないと競技ができないし、感染していても何が起きているか分からず、面白みがない。水球のファールは、オーディナリーファールとパーソナルファールに対別される。オーディナリーファールとは、攻防中に起こる軽微な反則である。何度犯してもよく、競技の特性上ディフェンスのチームが犯すことが多い。なお、下記する。 オーディナリーファールの中でのついた項目は、自陣ペナルティーエリア内の反則とならない。とても大雑把な表現になるが、ディフェンス競技者はボールを持っている競技者に対し、暴力行為以外何をしても良いことになる。上記した、オーディナリーファールを、ディフェンスチームが起こした際、レフェリーは、ピーッと一回笛を吹きファールを知らせる。オーディナリーファールが発生した際、オフェンスチームはその地点、 もしくはその地点より、自陣よりにおいて、相手競技者に妨害されることなくボールを投げることが、できる。これを、フリー、スローという。なおフリースローは、敵陣ペナルティーラインより、自陣よりで、ファウルが発生したとき、味方へのパス等シュート以外のプレーをしない場合に限り、直接シュートしてもよい。また、敵オフサイドライン内でのフリースローは、オフサイドラインより、 自陣よりまで戻さなくてはならない。オフェンスチームがオーディナリーファールを起こしたとき、レフェリーはピ,ピーと2回笛を吹きファールを知らせる。攻撃権は相手チームへ移り、そこからフリースローとなる。パーソナルファールは競技進行に大きな妨げとなるファールのことを言い、判定を受けた競技者は一定時間競技に参加できない。なおパーソナルファールはその性質により、 エクスクルージョンファール、ペナルティファール、ブルータリティに分けられる。主なエクスクルージョンファールとは、などである。リフェリーはファールが発生した際、笛を激しく吹き鳴らし、ファール者の番号を手で知らせる。反則を取られた競技者は、速やかに自陣ベンチの最受水ゾーンに入らなくてはいけない。これをタイミズという。このタイミズ競技者は、 再受水ゾーン内に目で見えるように浮上し、のいずれかが起こり、セクレタリー、またはレフェリーからの合図があったとき、受水できる。また、相手チームが得点した際は、セクレタリー、またはレフェリーからの合図なく受水できる。同一競技者が一試合中パーソナルファールを3回すると、試合時間中退水となる。試合時間中退水は、通常、永久タイズや略して、 A 体と呼ばれるため、以降、A 体と表記する。また、エクスクルージョンファールの中には、即 A 体となる極めて重いものもある。このジャッジをされた競技者は、パーソナルファールの累積に関わらず、その試合に出場することはできない。チームは、再受水ゾーンに、交代競技者を待機させ、レフェリーの指示もしくは得点を受水できる。上記のファールが発生した際、 レフェリーは笛を激しく吹き鳴らし、ファール者の番号を手で知らせる。その後両手を頭の上で回し、競技者の交代を指示する。ペナルティーファールは、その反則がなければ得点がされたと予想されるファールが、起きた際に判定される。レフェリーは、ピッピッと2回笛を吹き、5本指を開きファールを知らせる。ペナルティファール判定を受けた競技者は、タイズにはならないが、 パーソナルファールが記録される。また、ペナルティファールを誘発したチームには、ペナルティスローが与えられる。ペナルティスローとは、チームの誰か一人の競技者がゴールから5メートルの位置でボールを保持し、レフェリーの合図により動きを止めることなくシュートをすることである。その際、GK はゴールライン上の位置で、そのシュートを阻止しても良い。前に出てきてはならない。次の場合は、 反則競技者は、永大となり、その上相手チームにペナルティースローが与えられる。悪意を持ち、殴る蹴る等野蛮な行為を犯す反則で、相手競技者のみだけでなく、レフェリーオフィシャル等に対し行われた時も、ブルータリティとなる。ファールを起こした際、レフェリーは笛を激しく吹き鳴らし、ファール者の番号を手で知らせる。その後頭の上で腕をクロスし、ブルータリティであることを伝える。 ブルータリティも即、英体であり、パーソナルファールの累積に関わらずその試合に出場することはできない。なお、競技は次のステップで進められる。なお、競技中、団中や、水中にいない競技者がブルータリティを犯した場合も適用される。上記したルールは2006年9月15日、日本国内は2006年4月1日より、 改正された新ルールであるが、それ以前は、ルールの盲点をついて試合を有利にする不正が、行われていた。そのような不正行為を排除するための特別ルールがある。文章にすると解かりづらいが、なぜこのようなルールができたかをまとめてみる。旧ルール、新ルール、国内主要大会においては、性別、年齢で区分分分けされており、区分により、コートボール、競技時間、 競技者数を変更している。A 区分は4分を 2P、1P 終了後に2分の休憩とコートチェンジ。BC 区分は5分を 4P、休憩は全て2分などである。なお競技時間は区分以外にも大会運営に応じてに変更されることがある。ABC 区分は最大15人の競技者でチームを作っても良い。もちろん大会運営に応じてに変更されることがある。 これまで、元宮万喜、広志、佐藤健一、田中本流らが、スペイン、青柳進が、イタリア、モンテネグロ共和国等、イリー広と、羽ずい翔太が、スロバキア、塩田義則、坂本翔一が、ドイツ水球リーが、長沼厚氏が、ハンガリー等において、プロ水球選手として活躍。女子選手も、小中美佐が、クロアチア、矢萩ミカが、ハンガリー、 現代表の曲山しのも海外でプレー経験がある。また、竹井浩二がハンガリーのプロチームハンベドにてプレーをしている。神安久子はワールドカップで得点王を記録している。安田賢也はテレビ番組などの出演で水球の知名度向上を目指している。ベースボールマガジン社の月間スイミングマガジンに水球コーナーがある。水球を扱う専門誌としては かつて、月間水球、月間水球通信などが発行され、競技人口が少ない競技ながら一時期は、専門誌2種が並立する珍しい状況にあったが、両紙とも現在は休館している、水球通信は2009年3月をもって休館。このほか、水球ファンが開設していた水球サイトから発展した、ウォーターポロマガジン、後、ウォーターポロマガジンプラスとして、 リニューアルが存在していたが、発行人が2005年秋に交通事故により死亡したことで1年ほどで廃刊となってしまった。2012年7月に水球情報発信マガジンウォーターポロ通信がフリー雑誌として創刊され、期間で発行されている。なお、同誌は2013年9月20日発行の第6号より有料誌として amazon.co.jp などで販売されている。また、ウォーターポロ通信の発行編集人は、水球通信や月間水球の発行編集人とは別人物である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。